ちょっとさ、おだす。今日は、今日は、リーグ戦の第4節、5節なんですけど、うん、まあ今日はベンチ外なんで、うん、ゆうまくんと一緒に、ホームタウンの吉野川市の右方向です、右方向に行って、イベントに参加 して試合に行きたいと思います。過酷です。過酷ですね。はい、ユーマンチャンネルの告知を。ユーマンチャンネルのユーマンです。今年中に10万人行く予定なので、皆さんも面白いと思ったら登録してください。よろしくお願いします。お願いします。もうちょっと撮りました。うん、いいよ。こんにちは、ユーマンチャンネルのユーマン。今日は天気にも恵まれ、吉野川市に生きる会の人たちと木を植える事業みたいなのに参加しに来ました。ちょっと空いてる時間があるのでこっちに来てください。この草を一口で食べてみたいと思います。大丈夫ですかそれ。ちっちゃくしたら、まあ正直結構誰でもできると思うんで、この大きさのままいきます。いきます、続きました。カメラ目線やめ、目線はやめてほしい。はい、目線はやめてほしいですよね。そこそういうのいらんかったですか。すいません。超うざいやつやんそれ。ナイス。私構えたよ。行くよ行くよ。ピリッとして、ピリッとして。1、2、3、4、GO！ ゴー！行こう。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 お疲れです。
ったよ。はい、ということで、そろそろもう明日も朝早いんで寝たいと思います。で、今ちょっと腰の方を怪我、まあ、調子が悪くて休んでるんで、まあ、試合とか練習はできてないですけど、まあ、こういう機会だからこそ、まあ、しっかり自分の体と向き合ってさらにレベルアップして戻れるように怪我の期間もしっかり大切にしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねの方お願いします。 Twitter、インスタもやってるんでぜひチェックしてみてください。それではさよなら。